はい、どうも、はるきです。今回は、えー、前回、前回でもねえな、別に。うん。えっとね、結構前、な、何日前ちょっと前にやった、ベイブレードバーストの第1期のベイブレードで、えー、トーナメントっていう動画があったと思うんですけど、えー、っと、概要欄に貼ってあります。あと、ここ,こら辺ここら辺かなここら辺がにカードがこう、踏んでるんで、そこから見てください。の動画のね、えー、第1回戦編だったんですけど、今回は、2回戦準決勝、決勝編をやっていきたいと思います。 最近拍手とイエーイがなんかハマってるけど、そんな感じです。トーナメントはこんな感じでございます。ドンはい、こんな感じでね、えっ、ー、と、バルキリー、イビルワイ、トライデント、ホルスード、ユグドラシル、デスタイザー、ユニコーン、ラグナルクという感じで残っております。早速やっていきましょう。あんまりね、前置き長くしてもつまんないんで、行きましょう。それではね、バルキリー対イビルワイやっていこうと思います。<noise> テビュリアエナ勝ちです。トライデント対ホルスをやっていきます。 イグ o ラシル対レスタイザーやっていきます。 絶対戦の勝ちですユニコーン対、えー、ラグナルクやっていきます ラグナルクの勝ちですはいというわけで今の結果はこんな感じでございますトーナメント表ねえー、っとイビルアイ対トライデント対違うイビルアイ対トライデントとデスサイザー対ラグナルクという結果になりましてレアベイが残るという感じになっておりますそれではね早速続きやっていきたいと思いますまずはこっちからイビルアイ対トライデントからやっていきます ギリギリでトライデントの勝ちだと思います。はい。そういうことにしてください。次、デッサイザー対ラクナルク。 ラグナルクの勝ちです。それでは決勝、ラグナルク対ドライデントかなでトトライデント、やっていこうと思います。これで優勝者が決まります。 トライデントが優勝しました。はい。<laughs> 最後なんかちょっと微妙だったけど、多分バーストフィニッシュだと思う。回転止まるギリギリで、ラグナルフがバーストしたんで、優勝者はトライデントでございます。組み合わせの相性とかもあると思うんですけど。はい。<laughs> 締め方がいまいちわかんないな。えーとね。はい、というわけでね、今回は、ベイブレードバースト第1期のトーナメントの2回戦、準決勝、決勝編でございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。